まずは1回の表、山本の立ち上がりです。先頭バッターの田中健介、空振りの三振。今日2番の陽大館、見逃しの三振、連続三振。好調な滑り出しです。その裏、2アウトランナー3塁、打席ラロッカの時にバッテリー間ミスが出ます。変化球、これを大きく弾いてしまいまして、記録は暴投、ワイルドピッチでローせずしてオリックスが1点を先制いたします。さらに2回の裏、2アウトランナー1塁からバッターボックス、今日先発マスクの鈴木、変化球うまく合わせました。ワンバントでフェンスに当たります。タイムリーツーベース、ファーストランナーの迎えが生還いたしまして、これで2対0、そのリードを広げていきます。3回の裏もチャンスでした。2アウトランナー3塁からバッターボックスは4番のラロッカ、しかしここは空振りの三振を取りまして、得点は入りません。2対0のままです。5回の表、ファイターズの反撃は2アウトランナーが1塁2塁、打席は9番の森本がバントヒット、これが見事に成功いたします。まさに上位につなげました。これで満塁、打席には田中健介、きっちりボールを見極めて押し出しのフォアボール、これでまず1点を返します。なおも満塁で陽大館、インコースのボールがライトの前に来ました。これで2点タイムリー、さらに迎えにエラーがありまして、なおもランナーが2塁3塁とチャンスになりますが、後続は断ち切りました。5回の裏、ワンアウトランナー3塁で打席には復活ムードの坂口がタイムリーツーベース、左中間、これで鈴木が正解いたしまして、3対3の同点。ゲームが振り出しに戻って後半の4イニングス勝負ということになります。